今すぐ食べたい楽うまご飯です、はい、教えてくださるのはフードコーディネーターの小橋ひろみ先生です、はい、こんにちは。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。さあ2021年楽うま染めということで、はい、最初のレシピこちらです、はい、トースターでふっくら柚子胡椒香るブリのオイル焼き。タイトルだけでいい香りがしてきますね。もうね、つやつやして美味しそうですよね。お魚料理は後片付けが面倒という声をよく聞きますけれども、はい、このコーナーは楽で万なコーナーですので、うん、今日はトースターとアルミホイルを使うことで後片付けも手間なくとっても簡単なブリのオイル焼きをご紹介したいと思います。確かにあの魚焼きグリルって一度使うと ね、うん、うねちょっともうこびりついたものを後片付け洗うの大変だったり、そうなんです、大変なんです。しかもこうフライパンで焼くよりもですね、トースターの火っていうのはすごくじわじわとした火なので身がふっくらとね仕上がると思います。タレに加えた柚子胡椒がの香りがこう鼻からふわっと抜けるような上品なね一品に仕上がってます。わー美味しそうですねそれでは材料紹介しましょう、はい、材料は2人分です。まずブリの切り身2切れ 150g、 そして柚子胡椒が小さじ3分の1から1/2、そして濃い口醤油、エキストラバージンオリーブオイル、それぞれ大さじ1です、はい、材料も、ね、とても少ないのでとっても簡単で す、 です、ね、個人的にはオリーブオイルなんだなっていうのも気になりました。そうですね、ちょっとさっぱり仕上がりますよ、はい、それではお願いします。作っていきたいと思います。まずブリの下準備をしていきますね。ブリの両面に分量外の塩を少々振ってなじませていただいたら、そのまま10分ほど置いてですね、出てきた水気をですねこうキッチンペーパーで拭いてあげてください。はい、いつもお伝えしてますが、余分な水分を、出してあげてですね、味の道を作ってあげると調味料が入っていきやすくなってね、臭みも取れて美味しくなります。そうですね、もう小橋先生の流行語、はい、味の通り道ですね、はい、そうなんです、はい、しっかり作りましょう。2021年も続きます。今日も、はい、今年もいっぱいお伝えしようと思いますそして、こういうですね保存袋に調味料の材料を混ぜますね、はい、柚子胡椒と、お醤油とオリーブオイルを混ぜて、よくこう柚子胡椒をですねこう溶かしてあげるように揉み込んであげてください。はい、柚子胡椒の量というのはもうお好みで、うん、はい、ね、そうですね、今日は2分の1から3分の1で、お伝えしてますが、お好みで大丈夫ですよ、はい、はい、でこちらに、下準備をしたですねブリを2切れ加えていきますね。今日はすごくね脂が乗ったブリ、寒ブリが手に入ったので、いやもう旬ですもん ね、とっても美味しそうですね。しかもちょっと大きめの切り身そのままなんですね、はい、そうなんですよ、でこのようにちょっと空気を抜いていただいて封を閉じていただいたら、このままですね冷蔵庫で30分から1時間ぐらい漬け込みをしてあげてください。はい、時間がある方は 2,3 時間漬けていただいて大丈夫ですのでね、そこで味の通り道にグッと入り込む、はい、そうなんですね、はい、入ってきます、はい、そして、次にですねトースターでお肉とかお魚を焼く際のちょっとアルミホイル技をね今日はご紹介したいんですが、アルミホイル技、はい、トースターの幅にカットしたアルミホイルを2枚このように用意してください、はい、で1枚目をですね手でこうクシャクシャっと、これ使えなくなります、ね、そんなめちゃめちゃ、ね、これをですね、広げていきます。ほう、はい、ちょっと広げていただいて、今日はこのここをですねトースターの庫内だと思って今ご覧ください。はい、はい、でこのようにもう1枚の、はい、でこぼこしましたよね。でもう1枚の上に重ねておきます、はい、でこの漬け込んだブリをこのくしゃくしゃした上のアルミ箔に、出していきますね、はい、このように、はい、1枚目はただ切っただけ、はい、でその上にくしゃくしゃしたやつ、そうですね、でタレをですねちょっとかけます。この袋の中のタレも、タレが出てこない、いやここにかけていくんですねはい、タレをかけていただいて、あらららら、またこれ
焼く前から美味しそうだね。ですよね。本当ですよね。オイルで炒めたのがね。はい。そしてですね、このトースターにこのアルミホイルを敷く際はこうくしゃっと軽く丸めて、アルミホイル自体にこう凹凸をね作ってあげて広げて使うと食材がくっつかずにですね、とても綺麗に焼き上がりますので、この技ぜひに覚えてあげてください。確かに接触面が少なくなりますもんね。そうなんですよ。凸凹しているので、その通りです。そしてそのタレもこぼれないですね、はい、そうなんです。こぼれません。キャッチしてくれますからね。ね、すごくいいですよね。確かに。でこのままですね、トースターで10分程度焼いてあげてください。で10分程度焼いたものがこちらになりますね。もう中に入ってるんですね。あ、はい、すごいね、綺麗に焼けてると思います。香りしてきましたよ、ね、いい。で途中に、ね、ちょっと表面が焦げそうになったらまた上から、ね、アルミ箔をかぶせていただけると焦げ付きもなく綺麗に焼き上がります。またいい焼き色がつきました ね。オーブントースターって、ね、もうほったらかしでできるので、この焼いてる間にまた一品二品できて、そうですよね、すごくいいと思います。どうしてもフライパンだとちょっと焦げすぎてしまったり、ね、火加減が、ね、難しいですので。ペンネームみわさんから来てますよ、はい、トースターでブリを焼くなんてびっくりしました。フライパンで焼くと結構焦げやすくて、しかも洗うのが大変なんですもんね。そうの通りですよね。これはトースターにお任せでできてしまいました。